シンプルにキモがられてるだけでしょ。それはごめん。ここまで言われるともう何も言い返せないよね。すいません、それは本当に。とはいえこのまま言われっぱなしなのも悔しいので言い返すんですが、でもやめねえよ。いやマジで舐めないでほしい。よくアンチ怖くないんですかとかって言われるんですけど、僕たちにとってもっと怖いのがみんなに忘れられることです。人はいつ死ぬと思う？みんなからキモいって言われた時。違う、人に忘れられた時さ。僕は作家なのでこの活動に生活がというか、もっと言うと命かかってるんですよ。自分が価値あるって信じたものを表現するのが仕事なので、キモかろうがなんだろうが僕は発信し続けるし、いいと思った人には見続けてほしいんですよ。だから僕の作品をキモいっていう人に配慮する余裕なんて鼻からないわけです。こう言うとピキってんじゃんってコメント来そうなんですけど、違います。これはアンチ返信動画に見せかけたファンへのメッセージなんですよね。マジでいつも見てくれてありがとう。